今からグラブを呼んでいきます。グラブを呼んでる間にまた裸足になっちゃいました。入ってください。我慢トーク、我慢。どこ？あ、落ちた。ぐるりと回ってくる。なんかお庭がすごい綺麗なので、あそこでご飯食べるのもとても気持ちいいです。さらに上に登ってハイキングの場所に行きます。着きました。車に行ったったら見えなかったのバンバン。あ、コースがいろいろあるんだね。え、なんでコース？3歳、4歳の子供と行くときは1キロコースで行きます。1キロは後ろなの。1キロコースはこっち入ってる。 Please help us maintain Taman Tugu だ。これを買って Every day? No, only on weekends. Ah, weekends. Yes. Welcome to Double Line. ブランコがあります。いいね。あ、気持ちいい。大きな木。今から入っていきます。見て、エントランスこんな感じ。お、見て、死んでる。トコトコさっき動いてたね。ジャングル、ジャングル。蒸し暑い。涼しくなってきたね。すごい涼しい。いきなり。セミみたいな。さあ、どっち？矢印はどっちについてますか？とっと。Yes. Let's go left. そっちは帰ってくるとき。行こう？こっち？ガラス割れてる。いきなり涼しくなったの。なんだ、虫がいた。虫がいた？うん。緑切る。虫食いがいた。下に、下に虫がいた。早速ママ刺されたんだけど、なんか階段になって気をつけてね。お、虫。どこ？やる気あります、レナートさん。どこ大丈夫？お、
今日はやる気ありますね。いっぱい、もしかして虫いる？ね、いっぱい、蚊がいる、逃げて、逃げて。どうやって泣いてる？なんで泣いてんの？なんで？一生泣いて。なんで？泣いて過ごして。よいしょ。見て。よいしょ。うおー。すごい、この黄金色。何の色なのか未だに分かんないんだけど、すごい。ジャングルの中にいます。今日お猿さんいないね。この前お猿さんファミリーいたけど、あー濡れちゃうよ。同じ色じゃん、レンジン、オレンジ色。ママは渡ります。いい匂い。やっとマイナスイオンの匂い。蒸し暑いけど涼しい。かゆいね。ちょっと刺されちゃった。絶対か、虫よけ考えてなかった。最近あんまり刺されないから。あと半分ぐらいじゃない？今から登るんだ、いっぱい。今から登って登って登るのよ、橋渡り。お、一人で行ける？お猿さん泣いてるの？ちょっとお風呂なの？虫の。お猿さんのお風呂？そうかもね。面白い、くるくるの。痛くないね。ここで撮ってないね。ね。よいしょ。お水飲む。オッケー。ね。よし。止まると刺されるかもしれないけど。あ、お水。お水飲みたいんだって。ラーラさん。よっ、これちょっと。虫泣いたもん。これ、飲む？虫、これ飲んだ。虫泣いたもん。車で来た道をまた降りてってお庭に行きます。ここでおやつ休憩。あ、とっても降ってるね。え、気持ちいい。ここ暑いのになんか暑く感じない？あんま蒸れないし、何にも履いてないみたい。むしろすごい気持ちいい。ウォッシュデザインのルルレモンのおすすめです。うぅー、早い早い。ねえ、みんな早い。うん、ちょっと。